大田幸那のキャメルスピンスピンはフィギュアスケートにおける要素の一つで一定の場所で回転することを言う。フィギュアスケートにおけるスピンは両足を着氷しながら素早く回るクロスフットスピンを除きすべてのスピンは片足だけで回転しなければならない。また異なる種類のスピンを2回以上続けて行うことをコンビネーションスピンと呼ぶ。国際スケート連盟のルールでは スピンは男子シングル、女子シングル、ペア及びアイスダンスの必須要素となっている。ペアには男女が組んで行うペアスピンと男女が一定の距離を置き並んで行うソロスピンがあり、アイスダンスでは男女が組んで行うダンススピンがある。スピンは軸がぶれず難しいポジションであればあるほど評価も高くなるが、一つのポジションで2回転以上回らなければ要素とは認められない。 震災点方式では、スピンは1から4のレベルという概念が取り入れられており、レベルの数値が大きいほどが高い基礎点が与えられる。この判定は技術審判によって行われ、レベルアップはガイドラインに沿うレベルアップの要件を満たすか、それと同等と言える工夫が見られた場合に認められる。要素の出来栄えよって、声で、加点、減点の評価を受ける。スケート靴のブレードには、 インとアウトの二つのエッジがあるが、このどちらかに乗って滑走をすると軌道は自然とカーブを描く。フィギュアスケートにおけるスピンとは、このカーブを極端な急カーブにすることで小さな円を描くものである。スピンの回転速度は、スピンへの侵入速度、エッジの使い方などで影響を受けるが、さらにその姿勢によって大きな影響を受ける。体に、 コマのように一本の芯があり、そこを軸に回転していると考えると、その回転軸に沿って体を細くすると回転が速くなる。これは完成モーメントの問題である。要するに、シーソーの端に重い荷物が乗っているのを反対側から動かすのは非常に力がいるが、荷物をシーソーの真ん中付近までずらして動かせば、 テコの原理で小さな力で動かすことができるのと同じである。スピンでも中心軸近くに腕や足を寄せて体を細くすれば同じ回転力でも素早く回転することができる。スピンが回転を始めてから加速することができるのはこれが理由である。一部空気抵抗が原因であると考えられることがあるが空気抵抗による影響は極めて小さく大部分は 完成モーメントの問題である。基本のスピンは左足で行われ、左回りの回転力を作るためにバックインサイドエッジに乗って行われる。基本姿勢はアップライトスピン、キャメルスピン、シットスピンの3種類に対別される。これをそれぞれ様々に変形することで様々なポジションのスピンが存在し、その変形の難しいものはスピンレベルの要素とカウントされる。 以下の動作を行うと、スピンの種類自体が常実のスピン以外のものとして処理される。新再転法における、スピンの特典は、フィギュアスケートの再転法を参照。AB フィギュアスケーティングジャーナルグロッサリ、スピンズ。ありがとうございます。